松戸市立小金中学校は、千葉県松戸市新松戸北2丁目にある市立中学校。千葉県立小金高等学校の隣に位置する。松戸市の新松戸を横須賀地区を学区の中心とした中学校であり、全校生徒は709名。校舎が2009年に新築されており、旧新松戸北中学校との統合により、新たな一歩を踏み出した。校内には、 IT 設備などが整っており、非常に好環境である。2014年度からは、言語活用化を実施している。現在では16の部活動が活動しており、たびたび大会などで好成績を収めている。特に、科学部は2012年より2年連続で、ロボカップ世界大会に出場し、各賞を受賞するなど、その活躍は目覚ましい。 また、吹奏楽部も4年連続で全国大会に出場している。毎年、秋目祭りや体育祭、3年生を送る会、生徒総会など多彩な行事を開催。主に生徒会装を迎え役員によって運営されている。JRC 活動にも学校全体で積極的に取り組んでいる。小金中学校は、近隣小中学校と比べて特起すべき事柄がある。 ここでは特に珍しいと思われることを示す。松戸市立小金中学高校科学期始めや学期末を除き、ほぼ毎日給食がある。給食は全国的にも珍しい A メニュー、B メニュー、弁当の選択式で A メニューは主に主食がパンや麺類、B メニューは主に主食が米類となっている。また、配膳の際には生徒一人ずつに食券が渡され、 それをランチルーム入り口にて回収する。職権を紛失した場合は、再発行権に学年、組、氏名、担任のサインの記入が必要である。小金中学校は、旧新松戸北中学校の学区もが安定したため、多数の小学校から進学してくる。多くの生徒は、横須賀小学校から進学する。横須賀小学校は、小金中学校から最も近い場所に立地し、 この地区の小学校の中でも歴史が長い。また、馬京北小学校、新松戸西小学校、新松戸南小学校から進学する生徒も多い。少数派ではあるものの、小金北小学校との、平か小学校、小金小学校からの生徒もいる。小金中学校にある委員会は次の通りである。小金中学校で行われている部活は次の通りである。 ありがとうございます。